こんにちは、まほです。いつもありがとうございます。中キレでは中からキレイになる情報を発信してまいります。私は東京都港区でスタジオを持ち、そこで料理教室、お菓子の製造販売、ワイン会、ケータリングなどを通じて中からキレイになれる活動をしております。今日のお題は風水水回り編〇〇をキレイにという話題でお伝えしたいと思います。水回りは風水の中でとても大事なものになります。玄関が一番大事と言われていて、その次が水回りと言われております。私はむしろ玄関も水回りも同じぐらい大事なのではないかと思っております。今日は水回りのことについてお伝えしたいと思います。風水水回り編〇〇をきれいに、その答えは排水口になります。水回り風水について今日3つお伝えしたいと思います。1つ目、水回りの風水的意味。2つ目、なぜ排水口なのか。3つ目、不浄の場だからこそきれいに。以上3点お伝えしたいと思います。1つ目、水回りの風水的意味。家の中の水回りといえば、お風呂、トイレ、キッチン、この3つになります。水回りというのは昔から不浄の場と呼ばれていました。汚れたものを扱う場所でもありますよね。トイレが分かりやすい例、そしてお風呂場も汚いものを洗い流す。キッチンではお魚やお肉を処理する場所でもあります。不浄の場と呼ばれているんですね。不浄の場だからといって悪い場所という意味ではないんです。汚いものを扱う場所だからこそ、汚いものを流してくれる場所とも言えるんですね。なのできちんとした扱いをすれば良い場所とも言えるわけなんです。だからこそ不浄の場は特に気をつけてきれいに保っておくということが風水的に大事になってきます。2つ目、なぜ排水口かということです。風水では水がよどんだり汚れたりなどすると運気が下がると言われています。水で悪い気を流すと言われているため、汚水が流れる排水口をきれいにしておくというのはとても大事なことになります。見えない部分でもあるので忘れがちではあるんですけれども、水が流れる場所を常にきれいにしておくということになります。見える部分をいくらピカピカにしていても、排水口がドロドロだと気が悪くなってしまいますので要注意です。排水口も忘れずにきれいにするようにしましょう。3つ目、不浄の場所だからこそきれいに。トイレ、お風呂、キッチンと3つに分けて説明します。トイレは特に昔は水洗ではなかったため、本当に不浄の場所だったわけですね。名実ともに悪い気がこもりやすい場所と言われていました。だからこそ昔は川屋といって外にトイレがあったりしたわけなんですよ。家の中にその不浄のものを入れないという意味でですね。なんですけれども、今は水洗となり家の中にトイレができるようになりました。そうなったことによって、より一層その綺麗さを保たなくてはいけないということになります。家の住んでいる中にトイレがありますので、そこをきれいに保っておくというのが重要になってきます。水洗ではあるんですけれども、なるべくきれいに保っておくというのがポイントになってきます。次にお風呂場です。お風呂は体をきれいにする場所ですよね。そして一日の汚れ、それから薬を洗い流す場所でもあるんです。だからこそ特に排水口はきれいにしたいところであります。一日の薬を落として、その薬がこびりついたままではやはり気が悪くなってしまいますので、排水口を念入りにきれいにするようにしましょう。もちろん周りもきれいにしていただければと思います。そしてキッチンです。キッチンは生きるために必要な料理を作る場所です。で、料理をする際に必ず汚れますよね。いろんなものを切ったり、お魚の内臓を出したり、お肉を切ったりさばいたりということがあると思います。それによって生ゴミが発生します。洗い流したものが排水口に流れていくわけなんですよね。汚れやすい場所であるキッチンというのも常にきれいにしておくというのが風水的にとても大事になってきます。私も料理が仕事なので、生ゴミなどの処理なるべく早くするようにして気をつけるようにしています。以上の3点、水回りは先ほども申し上げた通り玄関と同じくらい重要な場所であります。風水では水がとても大切ということで、この水回りを常にきれいにしておくことで運気が上がるのではないかなと思います。特に見落としがちな排水口のチェックをぜひ忘れないようにしてください。今日のまとめです。風水水回り編、排水口をきれいに。今日お伝えしたいポイント3つありました。1つ目、水回りの風水的意味。2つ目、なぜ排水口か。3つ目、不浄の場だからこそきれいに。以上3点お伝えいたしました。皆様いかがでしたでしょうか。水回り
お掃除の中でも一番厄介な場所でもありますよね。すぐに汚れやすい、水だからこそカビなども生えやすい場所でもあります。いつもきれいを保って、特に排水口をきれいにするように心がけていけたらなと思っております。私も日々頑張りたいと思います。私がやっていることとしては、トイレは毎日掃除しています。そしてキッチンは毎日使うので、使うごとにきれいにするのをしています。そして年に何回か大掃除とか業者さんに頼んできれいにしてもらったりっていうこともしています。お店も自宅も使う頻度がものすごく高いので汚れやすいので、ここは特に気をつけるようにしています。食を仕事にしている以上、食の神様に感謝しつつキッチンをきれいにするようにしています。お風呂場も、私お風呂が大好きなんですよ。なのでより気持ちよくお風呂に入りたいというものがあるので、お風呂も入る都度気をつけるようにしています。大掃除っていうことをしないでも、毎日気をつけることによって大体きれいが保たれているので、なるべく物を少なくして掃除を楽にするようにというのが私が気をつけているポイントになります。今日の総まとめです。悪い気がたまりやすい水回り、特に排水口をきれいにして、薬を洗い流して運気アップして中きれいになれたら嬉しいですね。概要欄にトイレ風水など今までの関連する動画を貼り付けておきますので、ぜひそちらもご覧いただけたらと思います。今日は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の YouTube でお会いいたしましょう。